こんにちは、パパです。今回は熊井の動物を無理やっていこうと思います。はい、ね、見て、これ新しくさ、ラジカセさ、ある。ラジカセ、あれ、ラジカセってでもお店の前っていうか置いてなかったっけ。置いてあったよ、ラジオ体操みたいな。置いてあったけど、この木は、あ、この木は、まあ、みんなが植えた木だよ。何の木？さくらんぼの木だったよ、確か。さくらんぼの木？普通だね。もうみなちゃんが植えたやつなんだけど、まだ出てこないよ。まだ成長期なんだよ、まだ。はい、じゃあ今回は何をやっていきますか？今回はね、競争するよ。競争？待って、これ動かす。待って。の中に、え、登録ってどういうこと？なんか曲がある。今曲がない、曲がないけどダメだけど、曲が買ってってこと？うん、何ができるのかよくわからない。え、つまり歌をね、うん、歌がね流れるんだよ。になっちゃう。パパは釣りしてるの。じゃあ釣りしよう、こっちで。え、貝殻そんな自慢する？あれ、なんかいるぞ、これ。これね、パパへのプレゼントで。何？あ、ここあとポストの部分でも、パパにプレゼントあげてるよ。あ、そうなんだ。ボーダーへプレゼントあげてる。これは見なかったです。じゃあ釣って。待って。ここに釣る。よし。ああ、釣れるかな。釣れねえ。結構でかい影だね。突然光線打ってやる。パパ釣っちゃうよ。やめ！じゃあ、もっと近づかないと、もっと近づかないと。パパ釣っちゃうよ。うん、じゃあ釣ってよ。見えない、ミネちゃん、そっち行ったらパパが見えないよ。あ、ミネが釣る。そこまで行ったらミネがもう釣れるのだ。じゃあ早くほら釣って、ほら。見えない。なんでだ。遅いでしょ、今の。遅いから逃げちゃったじゃん、今。これでも遅くないのに。遅かった。むにゅーむにゅー。いや、そこ行けないから。みんなはこっちから落ち着いていくよ。大丈夫だ。ちょっぽよーん。あ、化石だ、化石だ。化石？お前が置いたやつだ。あ、置いたやつね。次、貝殻です。これなんか変わったことできるようになった？みなちゃん。うん、そんなにないかな。ない？ちょっとパパ一緒にさ、これでさ、体操できないのかな。体操？これ、あー、かけてみたら？ラジオ体操始めまーす。あ、パパもできるのかな。できるでしょ、二人でやるでしょ、多分。ボタン操作いいよね。うん、ボタン操作でいい。あ、パパがちゃんと
さあ、今日も元気に体操しましょう。ちょっと待って、なんで、あいつがいる。あの子たちよりは。しないね、これ。あれ？あ、反応した。 A ボタンで反応したんだけどね、なんかね。体操終わり。はい、体操終わり。体操できたね、二人で。うん、二人で体操できて、できた。二人でいるときはサメ釣れないのかな。ん？サメ？サメとか、なんか変わった魚とか。この時間にいないか。いや、夜の方がサメって出やすいっぽいよ。そうなの？だから一旦散策して。魚だ！ちっちゃい魚ね。大きい魚探しに行こうよ、大きい魚。でも、もうすごい小さい魚でもレアなやついるんだよ。そうなの。あと小さい場合は石の可能性もあるけどね。何？石？石が釣れるんだよ、川とかで。ああ、こういう感じのやつなんだよ。釣ってほら、ちょっと釣って。はい。あ、危ない。なんだ？うぐい。うぐい？うぐいってなんだ？なんだろうね。うぐい？聞いたことない魚。うぐいって言うんだね。あ、いた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 。あ、今キキってできた。あ、みんなの声。釣れるかな？あ、よし。なんとか釣れたよ。なんだ？フナ。フナッコ、フナッコ。フナッコ、フナッコ。あ、今か、ちょ、こっち来て、か、か、か、蚊に刺される。刺されるよ。ちなみにみなちゃん刺されるから、じゃ刺されるところを見てみる。え？なんで捕まえようとしてるの？じゃみなちゃん捕まえられるんだけど。待って。あれ、どこにいる？こっちにいたけど。刺されようとするミナちゃん。お、捕まえたー。この野郎。カだ。ちなみに蚊に刺されるから気をつけてよ。刺されても別に何ともなんないでしょ。なんか今ビヨーンって。あ、半妙だ。あ、ミナちゃんが刺さる。あ、結構大きいね。中くらい？おー、危ない。ここでの振動が。鈴木だ。ふざけんな。ぶっ飛ばすぞ。なんか起きてる？なんかいるよ。ダメ。ここはみんなの獲物だ。なんかいっぱいいるよ。あ、一人しか捕まえられないんで注意です。フナムシ？ああ、フナムシか。あ、ちなみにみんなの携帯で。あ、
なんか増えたね。え？っていうかいっぱいいっぱいあるね、なんか。これでね、今日の図鑑でね、見てね。え？見て驚かないでね。あ、どんこって言うんやね。ふっふっふ。ドラド。見て、こんな見た目。金色？皮。これね、1万。その下の下は？その下の下。下の下？左左左。それ、ピラルクか。ピラクル。ピラルクね。ピラクルじゃないよ。ピラルク。ハゲ？え？ハゲ？花ひげうつぼ？うん。すごいね。名前が。本当だよ。そういうの捕まえたいね。どこにいる？え？さっきの？こういうやつ？うん、これは確か海へ連れてね。海でしょ。で、これとね、これがね、川。川か。って感じだよ。なんか他。じゃあほら釣りしに行こうほら。うん。あった。A。A が初めてだ。海で。うん、海で初めて取ったやつだ。ちょっと待って、みなちゃんも持ち帰るから。あ、そうだ。線香花火やってみる。やってみて。見てて。うん。あ、見えない。こっち向いてやって、こっち向いて。ああ、もう。ひなちゃん、こっち。見て。でも、これで大体わかるでしょ。大体ね。いや、こっち向いてやって、こっち向いて。わかったよ。じゃあ、こうやればいいの？そう。おお。なぜこう。ほら、ほら、ほら。渡さないよ。さっきなんか振り回してたじゃん。これね。あ、パパもいる？いや、別にいらないんだけど。さっき、あ、あ、普段でできる。あ、そうなんだ。あ、あ、普通の、普通のプレイヤーで普段でできるよ、これは。花火は売ってるの？あ、売ってるよ、たぬきちのところで。へぇー。たぬきちか、間違えたよ。うん、じゃあ花火もやったっていうところで今日はこの辺で終了します。じゃあまたね、バイバーイ。